第10走行師団は、ドイツ連邦陸軍の師団の一つ、バーデンビュルテンベルク州ジークマリンゲンに、師団司令部を置き、師団の部隊は主に、ノルトライン・ウェスト・ファーレン州、リップュタット、ウンナ及びデュッセルドルフに駐屯している。師団は、欧州合同軍を構成し、陸軍式司令部の霊下にある。師団は安定化部隊に指定されている。 第10装甲師団は安定化部隊としての能力を保持するため南部ドイツの広範囲に駐留している。師団は安定化部隊の一部として分類され、他国籍による平和維持任務のために高強度かつ中長期にわたる派遣に対応する。派遣要員の準備と教育、訓練も行う。1959年7月に陸軍総幹部第4部の編成計画に従い、 編成に着手し、ウルムの第2軍団から80から115人が、準備に当たる。同年10月1日、ジークマリンゲンにて、第10装甲的弾兵士団として編成される。機関部隊は、第29装甲的弾兵旅団、第30装甲的弾兵旅団、第10装甲偵察大隊、第10防空大隊が第1次編成部隊として、構成された。 1960年7月に第2次編成部隊として第36機構旅団、第10砲兵連隊、第103ロケット砲兵大隊及び第10砲兵大隊が編入された。1961年1月1日に第36装甲旅団は第12装甲師団に配点となる。1962年に北大西洋条約機構に結合される。 九百六十三年七月に第四総合的弾兵士団及び、第一高科量兵士団とともに、第二軍団を構成する。九百六十四年に、師団は、再編成され、第二十八総合的弾兵旅団を霊下に収める。九百七十年一月一日、第二十八総合的弾兵旅団が、第二十八総合旅団に、第二十九総合的弾兵旅団が、 第29装甲旅団に、第30装甲敵団兵旅団が、第30装甲旅団に改称、改変しこれらを機関とする一時的であるが3個、旅団編成となる。これに伴い、第10装甲師団に改称、改変される。1975年に、第2軍団直轄部隊であった第200、戦車連隊が編入され、第28装甲旅団に再編成される。 1981年に第30装甲旅団は第30装甲敵団兵旅団に再改編される。この頃の師団は戦車増強型師団となっており、1981年時点での編成は以下のようになっていた。1992年に師団は緊急展開部隊に分類され、ストラスブールにある欧州合同軍に結合される。 1993年に第28と第29旅団が解散となり、他部隊から第50工兵旅団が、霊下に収まる。第12総合的団兵士団から第12砲兵連隊が、第2総合的団兵士団から第2防空連隊が、編入される。第50式支援連隊は、第10通信大隊、第9軍学隊、第10軍学隊、 第12軍学隊を再編成した。1994年には第5防衛艦区司令部と合併する。第4装甲敵団兵士団から第12装甲旅団が編入する。1997年に士団はバルカン半島での紛争に投入される。2001年に第5防衛艦区は第4防衛艦区に改編され、士団は分離する。 第十二装甲旅団は、第十三装甲的団兵士団に配点される。二千一年六月三十日に解散された第一山岳士団から第二十三山岳両兵旅団が編入され、士団兵員は三万二千人に達し、二千四年に一万三千人まで縮小される。二千二年、第五十公兵旅団は解散し、第四衛星団は救護式司令ブレーカーに収まり、 師団から離れる。2004年に第50式支援連隊の数個中隊が霊下に収まり、第10通信大隊も再び師団直轄に戻る。2006年、師団の一部がドイツ・フランス合同旅団に割り当てられ、陸軍式司令部霊下に収まる。2007年10月1日に第10通信大隊が解散。2008年3月31日に、 第30総合的弾兵旅団は解散される。ありがとうございます。